皆さんよろしくどうぞ。今日です。あ、サクレのコーナー時。はーい、正解。今ツイッターで唐揚げみてえな見た目してるコーラのアイスが、確かに俺も一瞬遠目で見た時、唐揚げに見えたんだよね。唐揚げっぽいよね。開けますよ。これだけだったら唐揚げ感ない。いや、たまたまだからその唐揚げに見えたんですよ。あ、写りがね。どうやらツイッターで出回ってるその新商品の宣伝のやつがザクザクになってるんですよね。あー、見えなくもないかなって感じ。いや、全然見えない実際。味は味。味は味。うまい。唐揚げの味しないね。したらちょっと面白い。美味しいじゃん。これにコーラ入れたらどうする？入れるなら唐揚げじゃね。新作のサクレのやつ、唐揚げみたいな見た目らしいよ、きょうちゃんって言って。唐揚げなんだよなっていう。じゃあそれやるわ。え？はい、きょうちゃん。アイスだよ。これ噂の、そう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 、唐揚げ風味だって言われてるサクレだ。はい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 。唐揚げやないか。ね、ガリガリ君の中身がコーラ味で、それにラムネが入ってて、あとこの薄皮のレモン、俺がほんとすごいアクセントなので、めちゃめちゃ酸っぱい。だからコーラの方をこうやって食べてて、ちょっと口がなんか甘ったるくなってきたら、こうレモンを一回かじってリセット。ああ、いいね。ほてった体をクールダウン、サクレの新作コーラ味、食べてみてね。ちなみに、おう、このガリガリ君のチョコチョコチョコチップも今日7月17日、発売なんですよ。これ食べるってか。そう。続いての新商品はチョコヨ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 コ。期待ができる見た目してますね。ね。あ、見ろ見て。美味しいね。これはこれのうまさがあるけど、サクレかこがガリガリ君かって言われたら、俺はサクレ。ただこれも相当うまいからね。あのアイスにブラックブラックっていう硬いチョコ屋さん知ってるかな。ある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 。ちょうどあのチョコがアリみたいな風味なんだけど、柔らかさが雪見大福ぐらいに柔らかさ、相当柔らかい。うん。後味はね、そのブラックブラックに近いものを感じますね。ただ食べやすさはもうブラックブラックの日じゃない、こっちの方がすごい食べやすい。新のガリガリ君と、唐揚げの味として、唐揚げの味なんていう噂が広まってるサクレのコーラ味、私個人的にはどっちかと言われたらコーラ味の方がいいかなっていう感じでしたね。皆さんも手に取って食べてみてくださいね。さよなら。